こんにちは、カナダ在住の山達です。米国教育は北朝鮮以下、元脱北者が語った現実、数字で見る大学左傾化ということでお話をしていきたいと思います。はい、最初にまずですね、FOX ニュースで特大の放送事故が昨日ありましたので、そちらをお伝えしていきたいと思います。今、テキサス州中心にですね、熱波が来てると。で、それに関する報道で、スタジオからですね、現地に行っている誰々さんみたいな感じでね、ダラスからの中継で、レポーターのね、アイボリーヘッカーという方にですね、投げたんですが、そしたらですね、そこで放送事故が起きてしまいました。はい。何かというとですね、この方にその放送が投げられたところで、開口一番ですね、視聴者の皆様にお伝えしたいことがありますと。で、何かというと、私は FOX ニュースに口止めされていますと。これFOX ニュースですからね。はい。で、何を口止めされてるかというと、私自身が集めた情報等々で報道したい内容を、お伝えさせてくれないと。いうことだそうなんですね。で、それに関しては私だけではありませんと、他の人もやられてます。で、私は明日複数の音声録音をプロジェクトベリタスを通じて暴露しますと。で、なぜ私がこんなことをするのかというと、視聴者の皆様に直接関係しているからです。はい。ではですね、今私はダラスの来てるんですが、本当に暑いです。今後ろにいる人を見てくださいみたいな感じで、そのまま普通の放送に入っていくわけなんですよ。はい。で、この放送がですね、生中継されてたわけですので、まあそのまま流れちゃうわけですね。で、これが放送された後に、まあ、一気に拡散されて、で、すぐにですね、上の人から電話がこの人に来て、で、申し訳ないけど、あなた一回停職なという風な感じで、今、停職処分にあっています。まあ、当然といえば当然の処分ですね。はい。で、これがですね、昨日の時点で明日出すっていう風に言っていましたので、まあ、多分、今日の夕方とかになるかなというふうに思います。なんで今日僕多分動画2本出しますので、多分2本目のところでね、皆さんにお伝えできるかなというふうに思います。で、あまりにも遅かったらね、3本目じゃねえや、翌日、明日の動画にするかもしれませんが、気になる方はぜひご覧ください。で、何に関して口止めされてるかですよね。例えば選挙に関わることなのか、要はそういう政治的な内容で口止めをされていたのか、それとも、いわゆるパンデミックに関することで口止めされていたのか、まあ、どの辺なのかがよくわからないので、まあ、内容次第ではかなりでかい話になってくるかなというふうに思います。まあ、今 CNN はね、ずっと FOX ニュース目の敵にしてたわけなんですが、まあ、腹抱えて笑ってるでしょうね。自分たちが散々プロジェクトベリタスにやられて、で、次はお前たちの番だみたいな感じになってるのかなっていう感じがしますね。はい。まあ、ひとまずですね、今、テキサスにお住まいの方ですね、アメリカ南部にお住まいの方々の、大寒波来るわ、熱波来るわ、でかなりね、踏んだり蹴ったりな一年過ごされているかと思いますが、まあ、ひとまずまた電力不足になってとんでもないことにならないことを、こちらから祈っております。はい。まあ、本当に、ね、何事もなければいいなっていうふうに思います。はい。ということで、FOX の放送事故に関することでした。で、続いて、アリゾナ州マリコパ郡の検査に関してですね、検査自体はですね、最終形が、昨日の時点で多分終わったのかな、手集計がね。で、この後スキャン作業が中心に行われていく予定です。で、この検査等々に関して、ガーランド司法長官がですね、連邦政府が、司法省が各地のその選挙の検査で選挙法改正に直接介入しますよっていうことに言及しているんですよね。で、特に司法省は市民権に関するメンバーを倍に増員して、で、各地で行われている、進められている選挙法改正に関して、直接介入するんだっていうことにも言及しているわけなんですよね。で、これを受けて、まあ、特に共和党側からかなり激しい抵抗にあっているわけなんですが、現地アリゾナ州からもですね、批判の声が上がってるんですね。はい。この方、ロジャースっていう方ですね、アリゾナ州上院議員の方なんですが、牢屋で過ごしたいならかかってこいというようなかなり強いメッセージを出しています。はい。何回かご紹介していますが、その選挙っていうのは、合衆国憲法の規定によって州ごとで行うっていうふうに決められているんですね。なので、連邦政府が介入すべきことではないんですよ。なので、これも以前ね、ちょっとお話ししましたが、トラさんがですね、州兵動員してなんで最終形に踏み切らなかったのかって言ったら、まあそれって連邦政府からの介入に当たる可能性があるんですよね。っていうことを考えると、多分それでできなかったんじゃないのかなっていうふうに思います。はい。ということで、とにかくその連邦政府があんまり口出しすべき事案ではないということなんですよね。はい。で、さらに重ねてですね、こちら、バーノビッチ、アリゾナ州司法長官からの書簡ですね、司法省側に、送り出されたわけなんですが、まあ、一枚の書簡なんですが、これ一言でまとめるとね、もう引っ込んでろっていう、そういう内容です。
我々はあんたらの遊びに付き合ってる暇はねえんだみたいな、そういうような内容の書簡を送りつけていました。はい。で、この中でね、一つすごく重要だなっていうふうに思ったことを一つお伝えしておきたいと思うんですが、州が連邦政府を作ったんだと、そのことを思い出すべきであるんだっていうことをまず、書いてるんですね。で、その上で、建国の父たちは州が独自の発展を遂げるためにわざわざ州と連邦政府の間の境界線を明確に作ったんだと。その境界線何かって言ったら合衆国憲法だと。そしてその独自の発展を遂げるためには民意を反映する選挙っていうのが大事になってくるわけだから、だからその合衆国憲法の規定によって州ごとで選挙を行うんだっていうことを決められているわけなんですね。で、この建国の父たちの努力を現政権は忘れてしまっていて、州が連邦政府を作ったのではなくて、彼らの考え方は連邦政府があってその下に州がくっついてるんだみたいな、そういう位置づけになってしまってるっていうことなんですね。もう建国の父たちとはもう考え方が真逆のところにあるということで、今一度彼らの思いを思い出すことが重要ではないかっていうことがこの書簡の中で書かれています。はい。まあ本当にその通りかなっていうふうに思いましたので、ちょっと皆さんにご紹介してみました。はい。で、とりあえずですね、ケンさんは邪魔しようにももう最終形の、ね、手集計昨日終わっちゃったから、まああんまり邪魔されることはないかなっていうような感じがします。はい。ということで、マリコバ軍に関してはね、とりあえず邪魔は入ってくるかもしれませんが、なんだろうな。まあ、スキャンとかの作業に邪魔入ってくるかもしれないかなぐらいでね、そんな大きなことにはならないかなっていうふうに思いますから、まあ、楽観視しておけばいいかなって個人的には思っています。はい。まあ、あとは多分裁判でいろいろごたごたするかなと思いますけどね、またそうなったら追いかけていきたいと思います。はい。ではですね、アメリカの教育環境に関するお話をしていきたいと思います。で、個人的にこれもう日本も一言じゃ済まないような話だと思いますから、ちょっと皆さんにね、お伝えできたらなっていうふうに思います。まずですね、アメリカでは言論、思想の自由があると思っていたっていうふうに語っているのは、コロンビア大学、これニューヨーク州にある大学なんですが、そこに通う元脱北者のこの発言なんですね。この方になるんですが、はい。この方が、そのアメリカの大学に通う前までは、アメリカでは言論、思想の自由があると。そして大学に行けば、自由な考え方を学べると思っていたんだと。ただ実際に通ってみたら全然違って、彼ら、要は大学側が望む考えを押し付けられる、そういう環境だったんだっていうふうに言ってるんですね。これその元脱北者の方が言ってるっていうことなので、まあ、かなり強いメッセージだなって個人的には思いました。はい。そして、これ僕もね、ちょっと勘弁してくれて最近思ってきたんですが、授業の始めに、教授が三人称は何がいいですかっていうふうに聞くことから始めると。要はあなたは、し、ひ、ぜい、どれですかみたいなね、もうぜいって何なのって僕正直思っちゃうんですけどね。ごめんなさいね、頭固いので、こういうのあんまり、ちょっと理解ができない人間なんですが、で、こういうことされると、私は、英語が、第三言語だと。まあ、ハングルが第一言語、多分中国語が第二言語ですかね。で、第三言語が英語だと。で、母国語話者じゃないから間違えることもあるから、そんなんで変な目で見ないでくれということで、これね、すごく気持ちわかるんですよね。シーとかヒーとかたまに僕も間違えちゃうんで、はい、わかります。はい。で、これ、そう、で、一個思ったのが、最初 LGBT だったじゃないですか。で、気づいたら LGBTQ になって、今 LGBTQ なんちゃらなんちゃらみたいな感じで2つぐらいまた追加されましたよね。なんかこれ僕見てて思うのが、一時期僕やってたニューヨーク州知事のクオモの、すごい長い、なんだ、あだ名ありましたよね。あれになんか近い状態になってきてんじゃないかなって正直思ってきてしまいました。はい。で、まあさておき、とりあえずまあこういうこととかあって、なんか自由な考え方が学べるんじゃなくて、こういう風に考えろっていうことを押し付けられている環境が今のアメリカの環境なんだという風にこの方は言ってるんですね。で、その上で、この生徒ね、北朝鮮から脱北してゴビ砂漠を抜けて中国、韓国を経てアメリカに命からがらやってきたからこそ見えてくるのが、北朝鮮で見てきたことと変わらないと。で、さらに言うと、北朝鮮っていうのは、いわゆる、なんだろう、まあ、武力を持っていろいろ押し付けられるわけなんですよね。で、今のアメリカはそんなことはないと。武力を持ってなんか押し付けられるわけじゃないからこそ余計悪質だっていうことで、北朝鮮でもさえこんな狂ったことしてないんだっていう、まあこれ見出しがそうなんですが、このナッツっていう表現ですね。これがまあ狂ったことみたいな、そういうような意味で使われるスラングになるんですが、うん、かなり強いメッセージだなっていうふうに思いましたし、これはね、
見過ごしてはいけないことなんじゃないのかなっていうふうに思います。で、これまあ一人の意見じゃんっていうふうに思うかもしれませんが、実際にね、数字でもこういうのって出てきてるんですね。で、特にその欧米の、まあ、大学ですね、今回ですね、紹介するのはですね、CSPI っていうところがカナダ、イギリス、アメリカの大学を対象に調査をしたものになります。はい。で、3月の段階で出ていたものなので、ちょっと古いものになるかなと思いますが、まあ、一年も経ってませんのでね、ちょっとご紹介してみたいと思います。で、先にお断りしておきますが、これね、160ページぐらいあるレポートなんですね。で、1枚にですね、こうやって2列あるんですよ。で、ちょっともう読んでて頭狂ってきそうだったので、全部は読めてません。はい。なので、これをですね、かいつまんでいろいろ要約されている記事がいくつかありましたので、エポックタイムズとかですね、そういうのでちょっとご紹介していきたいと思います。はい。あしからずご了承ください。で、気になる方は CSPI で調べていただければですね、すぐ出てきますので、見てください。はい。で、ここがですね、それぞれの大学を対象に、まあ、自分たち、教授とかを対象にですね、自分たちが、右なのか中道なのか左寄りなのかとかね、そのあたりを聞いてみたということなんですね。だといろいろな例えばポリコレに関してどう思いますかとか、まあそういうような差別に関してどう思いますかとかね、そういうようなことをいろいろ聞いているわけなんですが、まあ日本ってどうしても欧米が、なんか先にあってそれに追従するみたいな、そういう文化みたいな雰囲気あるじゃないですか。うん、でな、多分未来がこれなんだろうなっていうふうに思いますので、うん。まあ、そういうふうに思って聞いていただければというふうに思います。はい。まあ、これが結果ででして、まあ、見ていただくと分かると思うんですが、右寄りが極端に少ないんですよね。で、中道がまあ、2割、3割ぐらい。で、左寄りがもう7割ぐらいあると。はい。で、特にですね、この、右側の人たちが言っている内容で、まあ、なんだろうな。かなり自分たちの言論の自由が、犯されている感があるというふうにおっしゃってるんですが、その中でも特に意見が強かったのが、アメリカに関してはトラさんに関する話に関してはもう全く自由がないっていうふうに答えてるのが、まあ、この右寄りの人たちですね。はい。で、イギリスではどうかって言ったら、ブレグジットに関してですね、それを推進する発言をしていると、まあ、かなり、なんだろう、抑えつけられてしまう環境にあると、みたいなこともレポートの中に書かれていました。はい。で、カナダの話をするとですね、保守大学として有名なカナダのカルガリー大学っていうところがあるんですが、そこのですね、フラナガン名誉教授がですね、明らかなカナダのその全体的な左傾化を危惧していると。特に自分自身がその右寄りの大学に長年勤めていた経験からして、自分たちの大学でさえ、まあ、かなり左に寄っていってしまっている。点に関して危惧しているということですね。で、一つ具体例を出してくれていました。経験談ですね。その職員委員会の一員として、大学職員の採用活動に参加した際に、その基準で、その保守以外っていうのが採用対象だと。要は、まあ、中道か、または左寄りの人だけを採用しましょうみたいな感じになってるのが現状だそうなんですね。はい。まあ、この大学だけかもしれませんよ。けど、まあ、今のこの全体的な数値見ると、なんかそういう風に見えるのも、なくはないかなって思ってしまいますよね。はい。で、まあ、本人がですね、1968年からこのカルガリー大学に関わり始めたということなんですが、まあ、もう、それからま、20年近くはこんなことなかったんだと。で、80年超えてぐらいから、なんかそういう気がだんだん出てきたということなので、まあ多分長年時間かけてだんだん、その左にどんどん寄っていってるっていうことなんですよね。その結果がこれだということだと思います。なんか多様性叫んでる方々って多分こちら側の方が非常に多いと思うんですが、これは果たして多様性があると言うんでしょうかね、言論空間でね。っていうちょっと不思議なところがありますね。はい。で、何回か言いましたが、多分日本も一言じゃないと思いますから、怖いなっていう感じがしますよね。はい。で、このフラナガン教授が言っているのは、その、言論空間でのチェック機能っていうのがもう徐々に果たせなくなってきているんだと。その左寄りの人たちの意見が強すぎて、右寄りの人たちの意見っていうのがもうどんどん発言できない状態になってるっていうのが、まあ非常に、危険であるということだそうなんですね。はい。まあ、なので先ほどの脱北者のことの話もありますが、まあ、多分その慣れの果てって言い方も変ですが、まあ、先がこんな風になってるんじゃないのかなっていうふうに思いますから、日本もこれには追従しないでほしいなっていうふうに思いますね。はい。そして世界はね、これどうなるでしょうね。多分元に戻そうにも、これがいい感じのね、割合にしようにも多分まだ時間かなりかかると思いますから、教育って時間かかりますからね。はい。まあ、なので、うん。まあ、変な方向に突っ走っていかないことだけは祈っておきたいなというふうに思います。はい。
ということで、今回の動画は以上にしたいと思います。最後はですね、見てください。これ、めちゃめちゃ可愛くないですか、このタヌキ。この、ちょっと鼻の状態をですね、写真撮ろうと思ったらですね、もう、この、まん丸お目目。めちゃめちゃ可愛いなって思いました。はい。っていう、狸自慢でお別れをしたいと思います。はい。ということで、最後までご視聴ありがとうございました。失礼いたします。